バトルネットワークロックマンエグゼには2001年12月14日にカップコンから発売されたゲームボーイアドバンス専用のデータアクション RPG である。新システムとしてスタイルチェンジが導入された。その他にもシステムが追加されている。これらの追加されたシステムは後のシリーズにも受け継がれシリーズの基本を作り上げた作品といえる。犯罪組織。 ワールド3の事件から3ヶ月。学校は夏休みに入り、ネットたちは楽しい夏休み生活を送っていた。しかし、その一方で、世界各国ではネットワークが次々に破壊されるという事件が発生していた。www は壊滅したはずである。一体誰が上記のナビは、シャドーマン以外の全員が、最終ボス直前に襲いかかり、バトルすることになる。 スタイルチェンジは、プレイヤーの戦い方を分析し、その戦い方に合わせて、ナビの姿を変えるシステムである。スタイルの名称は、となる。例、水属性で、ブラザースタイル、アクアブラザー各スタイルの特徴と、そのスタイルになる条件を以下に記す。属性は戦い方とは関係なく、ランダムに決まる。 炎属性は水属性に弱く、水属性は電気属性に弱く、電気属性は気属性に弱く、気属性は炎属性に弱い。弱点属性の攻撃を受けると通常の2倍のダメージを受ける。メニュー画面を開くと現在どこにいるのかが表示されるようになった。現実世界なら現実世界の場所名、電脳世界ならばエリアの電脳といった表示が出る。 これによって、迷路とも言える、電脳世界で自分の現在地が簡単に把握できるようになった。それでも、簡易マップが出るわけではないので、道に迷うことはある。戦闘中に使うバトルチップとは異なり、電脳世界の移動中に使うチップ、現実世界で使うことはできない。核、サブチップの名称と効果は以下の通り。この関係で、 ロックマンの HP が戦闘後自動的に回復しなくなっている。詳しくは戦闘システムの変更点を参照。新システム。事前に指定しておくことで特定のチップ1枚を戦闘開始直後に必ずカスタム画面で選べるようになった。レギュラーチップを何にするかで戦略は変わってくる。各チップにはレギュラー容量が設定されており、その容量が フォルダのレギュラー容量以下でないと、レギュラーチップに指定できない。例えば、レギュラー容量が 55MB のチップを、レギュラー容量が 45MB しかないフォルダの、レギュラーチップに指定することはできない。レギュラー容量の上限は強化チップ、レギュラーアップで増やすことができる。それでも、最大 50MB なので、それ以上のレギュラー容量を持つチップは指定できない。 強力なチップほどレギュラー容量が高い。データライブラリーに追加された新項目。発動したプログラムアドバンスがここに自動的に記録される。戦闘中以外はいつでも見ることができるので組み合わせを確認するのに重宝する。前作の足場はたとえ模様は違っても普通のパネルしかなかった。それに対し今作ではノーマルパネルの模様は統一されたものの 特殊な効果を持つパネルが追加された。パネルの効果は敵味方に関わらず受ける。しかし、飛んでいる敵には無効。これらの変更点はすべて以降のシリーズにも受け継がれている。特定の条件を満たすとタイトル画面で続きからの横にがつく。シナリオクリアマホルテを倒すデータライブラリーをコンプリート隠しチップをすべて手に入れる。プログラムアドバンスをべて発動させる。 一部のプログラムアドバンスを除く。星を5つ集めた状態で最終コマンドを入力すると、初めからの色が赤くなり、敵が強くなり、通信ができなくなるハードモードが遊べる。タイトル画面で続きからのもとに、ハードな続きからの項目が出る。ハードモードをクリアすると、サンクチュアリのチップが手に入る。また、バクではないが、バトルチップ、プリズムを 相手のエリアに投げ込んだ後、同じ場所にフォレストボムを投げ入れると、ほとんどのウイルス及びナビを一撃で倒すことができた。これは、フォレストボムの着弾してしばらくそのままの状態でいる特性と、プリズムの効果のプリズムに攻撃が当たると、周囲一マスにその攻撃力を反射させて攻撃でき、なおかつ敵は無敵状態にならない特性が合わさり、 敵に繰り返し当たるために起きた現象である。通信対戦では反則とされたため、公式大会で使用禁止となった。そのため、海外版では数値ダメージに修正されている。前作に引き続きジャンヌダルクの曲が採用されている。また、ネットとロックマンの声も、前作の CM と同じ声優が起用され、一人でに役を演じている。そのため、アニメ、 ロックマンエグゼの声優とは異なっている。CM の内容はバトルを変えればロックマンも変わるとスタイルチェンジシステムを印象的に紹介したものである。ヒートガッツウッドシールドエレキブラザーの姿が登場した。公式イラストにもあるアクアカスタムは未登場。ありがとうございます。